シュタール王国の王様、バルト王に謁見することができたしあん。そこで、自分がこの国の王子であること、そして双子の姉、バイオレットの存在と、秩序の紋章が彼女に宿っているため、いつか彼女と戦わなければならない真実を知る。その後ザンティスたちと合流し、できることを探るため、先父の塔へ向かう。じゃあ、先父の塔の入り口にいるんで、先父の塔に行きたいと思います。ここが先父の塔だ。見ての通り、太陽神ソリオスの斧、金城が突き刺さってるってわけさ。まあ、シュタール王国の城下町紹介はこんなところだな。ありがとう。本当にスタールは広いんだな。ちょっとは気分転換になったか。シアン様で荒らせられますか。あなたは。私はグレイブ・シルベスタンと申す。ザンティス、知っているの？シュタール王国最強と謳われる総副騎士団の団長だ。騎士団の団長？まさかシアンと王子様を戦わせるために。いいな、ご安心召されよ。そのつもりはありません。マリス殿のご子息がこの町を訪れたと聞きましてな。お会いするために参った次第です。父さんを知ってるのですか。マリス殿は我が友人、いや親友と呼ぶべき人物。戦場で幾度彼に助けられたことか。もしよければ居住区の端にある我が屋敷においでくださらぬか。お話ししたいことがありますゆえ。罠じゃないでしょうね。警戒されるのは当然でしょう。しかし我が剣に誓って罠ではありません。ではお待ちしております。どうする？シア、行ってみよう。少しでも何かわかるなら俺は話を聞きたい。そうね、手詰まりなのは確かだし、当たって砕けるしかないか。砕けては欲しくないのですが。グレイブ殿は高潔で誠の騎士と誉れ高いお方だ。罠にかけるような真似はしないだろう。俺が保証する。ザンティスとは大違いだな。そうそう、大違いって、おいらい。じゃあ行こうか、グレイブさんの屋敷へ。じゃあ行きますか、グレイブの家。橋にあるって言ってたね。じゃ行ってみるか。前回からの続きを実況したいと思います。ここでもないか。今回もシュタール王国をメインに実況していきます。先父の塔に行きたいけれど、グレイブ勢へ急ごう。ではでは、今日もコツコツ実況頑張るぞ。あとシュタール王国、貴族街東やりましたね。行ってみようか。グレイブ邸発見。ではでは、潜入していきましょう。お待ちしておりました、シアン王子。王子はよしてください、グレイブさん。いえ、執事を明らかにされたからにはそうお呼びするのは当然のこと。実はお話をする前に会わせたい方がおりましてな。会わせたい方？王城ではすまなかったな、
シアンよ。あなたは？グレイブさん、これは一体？グレイブを責めるな。ヨが頼んだのだ。王城ではああいうしかなかった。どこで誰が聞いておるかわからぬからな。だが言い訳はすまい。シアンを辺境へ追いやったのはヨだ。教えてくれませんか、一体何があったのかを。もちろんだ。そなたには聞く権利がある。18年前、我が子としてヴァイオレットとそなたが生まれた。秩序の紋章と混沌の紋章を宿してな。我が国は秩序の最高神たる太陽神ソリオスを信奉しておる。秩序の戦士と混沌の戦士の戦いを否定できぬ。だが世は耐えられなかった。我が子同士が戦うなど。たとえ秩序が勝利することで悠久の平和がもたらされるとしてもな。王様。そんな世を見かねたのか、マリスが申し出てくれたのだ。混沌の紋章を持つそなたを引き取り育てるとは。騎士としての名声も栄達も捨ててな。じゃあ本当の父親のことを父さんが話さなかったのは。世とそなたのために伏せたのだろう。素性を明かせば紋章の運命に巻き込まれる。せめて生きてくれればと願っていたが、そなたのことが明らかになってはそれもかなわぬだろう。世の口から言えたことではないが、死ぬなよシアン。マリスとその妻は息災か。二人とも亡くなりました。流行り病にかかって。そうであったか。世は二人に何も報いてやれなかったな。お待ちください王様。一つお聞きしてもよろしいでしょうか。秩序の戦士と混沌の戦士の戦いのこと、どこでお聞きになったのですか。側近護衛官のアーテルだが、それがどうかしたかね。いえ、ありがとうございます。シアン王子、騙し討ちのような真似をしたことお詫びいたします。しかしそうでもしなければ陛下の本心を聞くことはできなかったでしょう。わだかまりがあるのもわかります。ですがこれもマリス殿に頼まれたこと。父さんに。マリス殿はあなたを引き取るとき私にこう言ったのです。いつか陛下とシアン王子が本当の親子として再会できたなら、二人の隔たれた気持ちと失われた時を埋めてほしいと。父さんが。すぐにとは申しません。しかしお気持ちの整理がつきましたら、どうか陛下を父とお呼びくだされ。お願いいたします。グレイブさん、シアンは自分の羊を知ったばかりなんです。そんなこと急に言われたって。まあまあジョーちゃん、グレイブ殿もすぐにとは言ってないんだ。シアンもゆっくり考えればいいさ。冴えない顔するなって。そうだ、気分転換に眺めのいい場所を教えてやろう。グレイブ殿、これで失礼させてもらうぜ。
お心遣い感謝する。町の東にある丘に向かおう。で、行くか。ちょっと待って、町の東にある丘、丘見晴らしがいい丘らしいね。行ってみようか。シュタール王国、本当に広いですね。道に迷いそうです。なあ、シアン。人にはな、どうしようもないことってのがあるんだ。それが生まれってやつだ。お前が王子であるという事実は変えられねえ。だがな、それでお前が変わるわけじゃない。それは王様も同じだ。父と呼んでほしいとは思っているだろうが、国王という立場がそれを許さない。だからこそ王様やシアンのことを思ってのグレイブ殿の言葉ってわけだ。ああ、そうだな。遅かれ早かれ、いつか分かったことか。シアン、大丈夫。あとは俺の気持ち次第だろ。やるだけやってみるさ。よし、いつもの顔に戻ったな。それでこそシアンだ。どうした、ジョーちゃん、まだ何か気になることがあるのか。秩序の戦士と混沌の戦士の戦いの話ってザンティスは知っていた？いや、信託を受けるまでは知らなかった。ジョーちゃんはどうなんだ？私も知らなかったわ。知っていたのは調和神殿の一部だけだと思うわ。そして彼らは神々の戦いに決着がつかないよう、人知れず神々の戦士を殺めてきた。でもアーテルは調和神から信託を受けたって言っていたんだよね。それなら王様に神々の戦士のことを教える必要はないはずだよ。エリスに戦いをやめさせるように助言しながら一方で戦わせようとしている。どういうことでしょうか。ちょっと待てよ。じゃあシアンを襲った側近護衛官のネロって何者だ？アーテルの仲間なのにシアンを殺そうとしてるんだろ。急に王子が現れたんだ。それを表沙汰にしたくない勢力って考えもあるが、うん、どうしたエリス。え、ああ、ちょっと気になることがあって。気になること？でもここじゃなんだし、宿屋に戻りましょう。そこで話すわ。こんなところでのんきに散歩とは、随分と余裕があるのだな、我が弟よ。あんたは王女殿下になんて失礼な。口の利き方に気をつけなさい。辺境で暮らしていたとはいえ、シアンは弟だ。気にするな、ノワル。わかりました。バイオレット様がそうおっしゃるのであれば。どうだ、シアン。稽古試合をやらんか？いずれ戦うことになるのだ。お互いの力量を知ることは無駄にはならんだろう。試合にかこつけて。バイオレット様に向かってなんという言い草。これだから礼を知らぬ者は。何よ、疑うのは当たり前でしょ。二人は神々の戦士なんだから。そなたがエリスか。安心しろ、
そんな卑劣な真似などせぬ。私は王女であるとともに騎士なのだからな。それに紋章もまだ完全となっていない今、シアンを殺したりはしない。それともおじけづいたか。分かった、その勝負受けよう。シアン、では俺が審判を務めよう。命の危険があるときはそこで止める。いいな。ああ、それで問題はない。騎士神ベアルトに誓おう。シアン、大丈夫だよエリス、ザンティスもいるんだ。それに戦ってみることで彼女の気持ちが何かわかるかもしれない。話は終わったか。では城内の訓練場で待っている。